こちらは宮崎市フェニックス自然動物園。園内にはおよそ100種類の動物たちが展示されていますが、中でも人気なのが12頭が飼育されているチンパンジーです。こうした中、動物園で今回初めて行われたのがチンパンジー総選挙です。12頭のチンパンジーがいるうちの10頭立候補してもらってですね、でみんなにそれぞれの顔の違いとか個性の違いを見てもらおうということで始めました。先月18日から16日間投票が行われたチンパンジー総選挙は、総投票数なんと1000票以上。個性豊かな10頭のうち見事1位に輝いたのがこちら、195票を集めたオスの金、31歳です。金ちゃんが人気を集めた理由がこちら。雑巾掛けパフォーマンスです。チンパンジーどんなとこが好き？お世話に自分だったら腰が痛くなる。掃除すごいよね。すごいすごい。金ちゃんだって当然でしょうか。人気だから、ね、人気だもんね、情報ね、やっぱりね。金ちゃんおめでとう。見事総選挙で1位を獲得した金ちゃん、有権者の皆さんに向けて見事なファンサービスです。そして1位に45票差で2位につけたのは、武田園長も期待を寄せていたベビーです。51歳のおばあちゃんチンパンジーデビーさんでしたね。僕たちこれから高齢化社会を迎えますからですね、そういう僕たちのための希望の星になってもらいたいなとちょっと思ってました。統一地方選の裏で熱い戦いを繰り広げたチンパンジーたち、それぞれの個性に磨きをかけ、今後より一層動物園を盛り上げてくれそうです。